皆さんこんにちは、フォーゲーマーのルチです。はい、ということで本日はサモンズボードをやっていきたいと思います。はい、ということで今回ゼノですね、目付けが来ております。こちらをですね、もうすでにクリアはしてしまっているんですけど、まあちょっと解説的なものをしていきたいなと思います。はい、で今回結構いろんな編成があった気がしたんですけど、僕が選んだのは、迷信リーダーのアタック編成ですね。はい、でまあエリア1はまあこんな感じでうまいことコンボを組みながら進んでいくことになります。はい、こんな感じですね。大体15ぐらいまでコンボ数がいってしまえば、まあ、割と抜けれるんじゃないかなと思います。はい、でスキルはやっぱこの編成だと、防御アップがないので結構痛い、そこだけちょっと注意が必要かなと思います。はい、まあでも受けてしまってもね、メルクーアとかは2発ぐらいなら耐えれますね。ただこのエリアで回復できるのはメイシンだけなので、まあそこだけはちょっと注意が必要です。次のエリアまで行っちゃえば、まあ各自あの属性に合ったステージがあるのでそこで回復ができるんですけど、はい、でポイントになるのは全員、まあ、メイシンを除いて全員そのコンボ数を上げるタイプになっております。でわりかしその攻撃力を上げて抜いてしまうっていうのもありだとは思うんですけど、まあ、割とこんな感じでコンボを多く組んでも抜けることが多いですね。はい、こんな感じでございます。でバルバレム流すって感じですね。はい、で15だとでも時々残るんで、まあ、18ぐらいは抜くんじゃれば確実ですね。はい、次のステージメルクーアですね。メルクーアですね、というか、まあ、ここは水属性の攻撃しか通らないので、まあ、基本的にはこんな感じで、コンボ数を上げて、水属性で戦っていくという感じになっております。あ、まだコンボ数上がってないですね。次で上げるかな、多分次で、コアトリクエを、あ、この次でかけるんじゃないかなと思います。いや割とコアトリクエが優秀で、まあ、コンボ数上げながら攻撃力も上げれるので、しかも全体の、まあ、割と属性に合ってないとこんな感じで1のダメージがほぼ出ちゃうんですけど、自分以外の属性の時にコンボ数を上げつつ、その自分以外の属性のキャラ、モンスターの攻撃力も上げれる、コンボ数と攻撃力を上げれるっていうのはかなり強力かなと思います。であとボス戦で覚醒後が活躍するので、その点も結構いいポイントですね。はい、ここはまあ逃げながら貯める感じですかね。はい、あ、これコンボ数稼ぎに行きますね。はい、多分そのままステイじゃない、流しましたね。はい、でちょっと足らない感じになります。まあ食らってしまっても回復できるんで、でコアトリクエもこの先回復できたりとか、あとですね、アタックタイプは割とこう HP 上限がアップしない、こうリーダースキルが多いんですけど、今回のステージって結構待ち時間が多いというか、あのこんな感じで1体攻撃してこないやつを残しちゃえばターンを稼げるんですね。でターンを稼げるってことはオート回復500がついていれば、まあ、結構回復できます。まあ時間かかっちゃうんですけどね、時間かかるものの回復しようと思えばできます。例えばあと12段残ってるんで、500ずつ回復したら6000まで回復できるんで、まあ、それはかなりでかいんじゃないかなと思います。これ今ターン貯めてますね、おそらく。次でいくかな、まだいかない。まあ、確かにコアトリックはちょっとまだ HP がマックスじゃないんで、これはもうちょい待つ気がしますね。あ、行きましたね。はい、そしてこのエリア、このエリアは、闇属性しかボスには効きません。でここはバルバレミを覚醒させてガンガン突っ込んでいくっていうのが、まあ、セオリーになるかなと思います。でバルバレムの矢印が覚醒後は、下マスですね、下マスが強化矢印になるので、まあ、それをうまく使いながら、コンボ組んでいくって感じになるかなと思います。でこのステージではコアトリクエとバルバレム覚醒後の下矢印をうまく使って抜けていく形になると思います。ちょっとまあこのままでもいけるんじゃないかなと最初思ったんですけど、まあ、何回かやってみて結構きつかったです、正直。運がいい時はうまいことね、メルクーアのコンボとか、コアトリクエの攻撃力アップ&、コンボスアップとかで覚醒数字もいけることはいけるかもしれないんですけど、可能性は結構低いです。
あとですね、編成の時にポイントになるのが、全部ですね、なんていうのかな、相性、自分の弱点相性に強い属性。例えば、まあ、言い方を変えると、モンスターの属性に弱い属性の副属性をつけていると、グッドなんだと思います。全部ですね、例えばステージ1だと、相手が水属性だったんですけど、あの水属性の敵って、火属性の攻撃しか通らないんですね。火属性の攻撃しか通らないってことは、副属性は水にしとかないと火ダメージが増えちゃったりします。で、しっかり水にしとくことによって、与えるダメージも増やすことができるので、そのあたりですね、副属性いつもつけっぱなしとかになってる人は、まあ、注意が必要なのかなと思います。副属性って結構、なんて言うんでしょうね、こう、おろそかに、ないがしろにされがちなんですけど、かなり大きい効果なので、ぜひですね、もし、副属性そんな気にしてなかったなっていう人は気にしてもらいたいなと思います。はい、といった感じで、まあ順調に進んでますね。コアトリックが、これで切れちゃいましたね。結構真ん中2マスに対するスキル、中央の、なんていうのかな、一番真ん中の列の、左から2番目と右から2番目の場所、これですね。このスキルが来ることで珍しいんですけど、この回はわりかしその技が多く来るような来ていたような印象ですね。で、受けちゃいけない攻撃は今の中央の列の右から2番目左から2番目の技と、あと中央1マスの技と、あと縦に一番真ん中の縦列ですねの上から一番上真ん中下っていう場所があるんですけど、その攻撃はほぼワンパンされてしまうので、まあ、受けたくはないですね。まあ、他のスキルもですね、結構、受けたくはないですね。今、現状で回復できるのはバルバレムだけなので、まあ、バルバレム以外はスキルを受けないようにしないと、結構きついシーンが続いてしまうのかなと思います。で、これ、後でやってて気づいたんですけど、バルバレムの覚醒後のスキルはほぼ使わないです。なんで、差し替えは多分できると思います。まあ、なんでかっていうと、バルバレムは覚醒スキル使っちゃう、覚醒後のスキルを使ってしまうと、激毒になって毎ターン2000ぐらい食らっちゃうんですね。で、毎ターン2000ぐらい食らってしまうと、回復できないシーンで、こう、時間をかけて、かけすぎちゃうと、まあ、死んでしまう恐れがあるので、まあ、なるべく本当にバルバレムの、覚醒後のスキルは、本当の本当の、とっておきの技みたいな状態にしとくのがいいかなと思います。はい、といった感じでエリア3も抜けました。で、次のエリアなんですけど、まあここはですね、普通にパンパン殴っていけば抜けれます。ただ迷信が 8.5 倍だったかな、マックスで 8.5 倍だと 8.5 倍6コンボだと、あ、 8.5 倍じゃないか、何コンボだ、4コンボ以上で、ちょっと待ってくださいね、4コンボ以上で 3.5 倍か、 3.5 倍の6コンボ状態だと半分ぐらいしか削れないので、まあうまいこと、メルクーアのスキルとかでコンボ数を増やしながら、こんな感じですね、すると、まあ、サクサクと抜けていきます。まあ、メイジンのリーダースキルがですね、8コンボ以上ですね。なので8コンボ以上組めれば、まあまあ抜けれるんじゃないかなと思います。まあ、こんな感じで1体ずつですね、しっかりおびき寄せて、ターン数はかなり余裕があるので、しっかり1体ずつおびき寄せて、しっかりコンボ組んでいくという感じになっております。時々ここコンボ数が噛み合わない時があるんですけど、そのメルクーアのスキルの回転上、時々6コンボとかになってしまうこともあるんですけど、ここのステージに関しては属性の縛りみたいなのがないので、まあ最悪食らってしまってもすぐ回復できます。なので2回連続とかで食らわなければ、まあまあ大丈夫なんじゃないかなと。最悪2回連続で食らっても耐えれるキャラクターもいると思うので、正直食らってしまってもいいのかなと思います。ただ、僕が今これ一生懸命避けているのは、バルバレムと、メイシンが、バリアを持ってるんですね。で、バリアを持っていて、2人ともバリアがある状態だとより攻撃力上がるっていうバリアなので、なるべくバリアを壊せちゃくないっていうのと、このバリアボス戦までできるだけ取っておきたいっていうところで、まあ、必死に避けている感じですね。もう一回やってくるかな。はいはいはい。で、迷信避けですかね。はい。まあ、こんな感じですね。まあ、どのエリアにも、その、攻撃してこない敵が絶対いるので、まあ、そいつを余らせておけば、もう確実に、
HP 回復をつけていればもうどんどん回復もできますし、結構余裕があるシーンではあるんじゃないかなと。ただですね、 HP アップのリーダースキルを持っているタイプで来ちゃうと、まあ、HP500 回復って結構ビビたるものになっちゃうので、まあ、そのあたりはそんなに効果が大きいものじゃない気もします。ただ最近割とね、ダメージ軽減系が、まあ、トレンドというか流行っているので、そのあたりはうまく使えるんじゃないかな。あ、このシーン、そうなんですよ。相手が復活状態でターンスキップすると、なんか一瞬空白ができます。こっち何もできない、相手復活待ちみたいな。初めて知りました、今回で。このステージは貴族生しか通しません。多分このメンバーで言うとここが多分一番鬼門になる気がしますね。で、今までのステージ同様、敵は、スキルを使うと、まあ、周囲とかにスキルダメージ、ダメージスキルを発動していきます。で、今回ここで1個、左上の敵が1個下に置いてくれるのが理想です。で、メルクーアじゃないな、これきっと。あー、都合が悪い。これ多分コアトリクエで回すんじゃないかな。そうですね。で、コアトリクエの場合は、2回まで受けて大丈夫です。3回受けたら多分死んじゃいますね。こんな感じで。まあ、2回まで受けて大丈夫です。で、しっかり挟んでコンボ組んでいくと。この斜め列作っとくと、相手が勝手にそこにすり入り込んでくるんで、まあ、待ってるだけで大丈夫な気がしますね。ただ次はコアトリクエのスキルダメ待ちになるので、ちょっと逃げる時間ができます。まあ相手が寄ってくるはずなので、そうですね、逃げ惑う、迷っておられる。まあコアトリクエが溜まるまで逃げるか、まあメルクーアのコンボの方でご利用するか、はたまたターンスキップにかけるかみたいな。で、ここ斜めにバインドかけられるんで、それが結構厄介なんですよね。今回割とコンボ主体の編成なので、その斜めがなくなるとすごくコンボが組みづらくなってしまうんですね。そこは結構今回のステージで苦労したシーンかなと思います。あ、これも確実に溜まりますね。これ多分コアトリックのために行くはずです。で、うまくやると相手のスキルのサイクル的に、あのオートダメージが1ターンで終わったりするときがあるんですね。そのタイミングは結構チャンスですね。その時に12コンボとか、確か9×9 コンボで半分ぐらい削れるので、あ、今回多分それいきますね。9コンボで半分ぐらい削れるので9コンボ2回とか。あ、ラッキー、ターンスキップ入りましたね。9コンボ2回でいけますね。で、こんな感じですごくいい状態でボスに入り込むことができました。で、今回のボス戦はアタッカーのコアトリクエをメインに据えた状態で、まあ、メルクーアのコンボアップをうまく使っていく感じになります。で、メイシンもまあアタッカーとして活躍するシーンもあるんですけど、基本はコアトリクエのスキルを早く回すためのターン軽減をメインで使っていくことになるんじゃないかなと思います。もうとにかくですね、配置的にはコアトリクエが覚醒後が、なんていうのかな、左矢印が多くなっちゃうんですよね。左斜め上、左斜め下の矢印で、右斜め上、右斜め下なくなっちゃうので、で、なおかつ強矢印が左下になるんで、本来なら、まあ、あんまりこのステージ相性が良くないですね。あんまりボスが動かないんで、だ今回覚醒組の強矢印系はどっちも相性があんま良くないですね。で、今回じゃそのままいっちゃったんですけど、基本まず絶対に倒さなきゃいけないのは木の騎士ですね。木の騎士は絶対に倒さなきゃダメです。あいつは何万だったかな、5万だか50万だか忘れましたけど、まあ、とにかくすごい強力な防護貫通攻撃をしてくるので絶対に倒すべきですね。で、ボスはこんな感じで相手の、ノルンだか、ノルンか、光ノルンか、光ノルンがスキルを発動すると相手がすごく弱るんですね。で、このタイミングで攻めます。で、光ノルンは、まあ、3ターンに1回
スキル発動してくれるので、光のルーンを倒さないようにしつつ、水の騎士と、木の騎士をうまく倒していく。で、隙を見てボスにも攻撃する。みたいな戦い方になります。で、まあ、スキルは、まあ、確かに痛いんですけど、こんな感じで騎士を攻撃すれば回復できちゃうので、まあまあ、そんなにこう、貴重になる必要ないかなと思います。ただ、さっきと同じですね。縦中央列の一番上、真ん中、一番下と、中央の、左から2番目、右から2番目と、あと一番真ん中ですね。そのスキルだけはほぼ即死系なので、まあそこに同じように2体並べないようにっていうのは注意が必要なシーンではあると思います。この辺の縦とか横とかで範囲が広いやつは、まあそれ食らっても大丈夫だと思います。ただ受けすぎちゃうと、スタンチが溜まる効果もあるので、スタンチが溜まりすぎちゃってスタンになってしまうと回避アップがなくなっちゃうので、まあ、そうなるとほぼほぼやられちゃうので、そこだけはちょっと注意が必要ですね。食らってもいけどスタンにはならないように。あ、これは、あ、ここのシーンはないですね。この最終ボスはスタンチが溜まることはないんですけど、中ボスですかね。中ボスの時は注意が必要ですね。お、攻めますね。今迷っていたのは、メイシンは最悪まだバリアがあったんで、それを受けちゃってメルクーアを先に回復させるか、まあ普通に迷信でしっかり攻めるかのどっちかだったんですけど、今回復を攻めたらターンスキップしてくれたんでラッキーって感じですね。で、ボスなんですけど、おそらく20コンボ以上ぐらい、24コンボぐらい組んじゃうと、ですね、水の騎士ですね、水の騎士がすぐスキルが使えるようにスキルブーストしてくるんですね。水の騎士だけに対してスキルブーストしてきて、で、水の騎士は、ボスの回避を上げつ、ボスの HP を何ターンだったかな、まあ結構長い間、5ターンぐらい、何十パーセントか回復するんですよ。13%だったかな、ちょっとちゃんと見てないんですけど、まあかなり回復してくるので、発動されちゃうと、ちょっと戦いづらいんですよね。なので、しっかり、コンボは18ぐらいまで抑えるっていうのも、まあ忘れない方がいいと思います。すごく効率いい感じでダメージ入ってますね。あとは、光ノルンさえやられずに行けば、行けそうな雰囲気。なぜかバルバレムを動かそうとしている。ターンスキップ。そうなんですよ。火の騎士が発動したらおしまいなので、あと2体感だったらおしまいですね。それだけ注意した。おっと、都合悪いとこ入ってきた。お、攻めるんじゃないかな、これ。発動を。で、本当に、もうね、コアトリクエのスキルがめちゃくちゃ優秀で、最短4ターンで打てる上に、どうせアタックタイプなんで攻撃したら回復するんで、すっげえ相性がいいスキルですね。みたいな感じですね。スクショ取っちゃってね、これ初めてだったの、クリアが。録画しながらちょっと取ってたんでね。で、これでフィニッシュですね。まあ、油断しちゃいけないのは、最後緑のやつが残って全滅させられるパターンも、もしかしたらあるかもしれないですね。ゲットみたいな感じでございます。まあ、今回のステージは、クルーリリーダーとか、あとラルグリーダーとか、結構いろんなパターンがあります。で、ポイントになるのはスコーピアの毒、スコーピアの毒を使うと2と5が、属性無視して毒で抜けれるので、まあ、そのあたりうまく使うとよりいいんじゃないかなと思います。僕も今安定して周回しているのはクルーリ編成、クルーリスコーピアを入れた編成なので、で、ボスは、ハルシュトのスキルでワンパンしてるっていう感じなので、まあ、いろいろ戦い方はあるんじゃないかなと思います。今回難しいですけど、意外と編成難度低めのものでもいけるんじゃないかなっていう印象です。まあ、ちょっと今回の僕のやつはちょっと、編成難度はちょっと高いんですけど、まあ、差し替えもいろいろ可能なので、いろいろ試してほしいなと思います。はい。といった感じで今回の動画は以上となります。それではまた別の動画で、バイバイ。